Südwestlich von Budapest haben starke deutsche Panzerverbände in entschlossenem Vorstoß das Gebiet zwischen Plattensee und Budapest durchbrochen und die Donau erreicht. Infanterieeinheiten brechen bolschewistischen Widerstand. Zerschlagene sowjetische Sturmgeschütze. Stadt Stuhl-Weißenburg nach der Wiedereinnahme durch unsere Truppen. Ein sowjetischer Kavalleriespähtrupp ist in deutsches MG-Feuer geraten. Die Reitstellungen des Gegners werden durch einen Feuerüberfall zerschlagen. Hier mussten die Bolschewisten unter blutigen Verlusten erfahren, dass die deutsche Faust in ihrer Kraft nichts eingebüßt hat. Hinter dem deutschen Soldaten steht ein einiges Volk, entschlossen für die Freiheit und für das Glück seines Vaterlandes das Letzte herzugeben.1945年1月18日、ドイツ軍4個装甲師団が突如としてバラトン湖北岸に出現。わずか2日でソ連軍を粉砕しドナウ川に到達、ハンガリーのソ連軍を二分した。だが彼らは12日に撤退したはずである、一体何が起きたのか。第二次コンラート作戦はヒトラーとドイツ軍上層部の方針によって中止された。しかしこれは単なる中止ではなくさらなる攻撃の準備のためである。作戦中止翌日、早速各部隊の撤退が行われたが、この撤退は敵に悟られぬよう徹底されており、無線は完全に封鎖され、日中の行軍も禁止、さらに燃料が不足しているのにもかかわらず撤退路も遠回りのものが選択された。例を挙げると第 3SS 装甲師団はタルジャンからタータ、コマールノを経由しラーブまで後退、さらにそこから南進し攻撃開始地点に着く。また行軍も師団を分割して行われ、人員数からも察知されないようにしていた。このような徹底した情報統制は見事ソ連軍の目を欺き、17日午前2時35分に第4親衛軍は次のような命令を下した。特に第1項では SS 軍団のみならず、未だ活動している第3装甲軍団の撤退も予想している。ソ連側がそう考察するのも当然であり、ポーランド方面ではイスワオーデル攻勢によりドイツ側はベルリンへと後退しており、首都防衛のために装甲戦力を北へ送ると考えるのが普通である。また脱走したハンガリー兵からも第 4SS 装甲軍団が撤退しているという情報がもたらされ、ソ連側は攻撃がないと断定した。時間を遡って16日、第6軍司令官ヘルマン・バルク装甲兵大将は次のような訓示を下した。第6軍の兵士諸君、総統閣下はブダペストの西、ドナウ川とベルテス山脈の間を封鎖するよう命じられた。我々はここのロシア軍を殲滅し、ブダペストの戦友のもとへ向かう。この命令を遂行するため司令部はあらゆる準備を整えた。多数のロケット砲、野砲、航空機があなた方を支援する準備ができている。目の前のロシア人は未だこれまでの戦いで喪失した戦車と人員を回復できていない。この利点をどう生かすかはあなた次第だ。電光石火のごとく敵に突進し、側面から奥深くまで揺るぎなく突き進み、あらゆる成功を生かして即座に前進せよ。我々の攻撃目標だけを念頭に置くのだ。目標、ブダペスト、合言葉、前進。また同日、前線ではわずかに変化が見られた。それまで1日20名ほどいたハンガリー人脱走兵が突如いなくなった。迫撃砲と野砲の砲撃が完全に停止、前線に不穏な沈黙が流れる。これに加えドイツ軍は前線を厳重に封鎖、
ソ連の偵察隊と偵察機は侵入できず情報を全く入手できなかった。18日午前6時30分、各口径のロケット砲と野砲が一斉に火を吹き、短い制圧砲撃の後、キングティガーを先頭にドイツ軍4個師団が狭い戦線に攻撃を集中。当該地域を守備していたソ連軍の兵力はわずか3122名、装備していた 45mm 砲と 76mm 砲で抵抗を試みるも、これらはいともたやすく蹂躙され、防衛に駆けつけた第1202次装砲連隊もその日のうちに装備していた SU-76 20両を全て喪失し敗走。ドイツ軍が戦線奥深くまで突き進んだことから左翼の第252狙撃師団は反包囲され、配下の第932狙撃兵連隊は整形シュフェヘルアールの南まで後退、第928狙撃兵連隊の人員は小グループに分かれ突破を試みた。進撃したドイツ戦車はさらに第135狙撃兵軍団の本部があったウルヒダを占領し軍団の指揮統制は喪失。ソ連軍は第1249対戦車連隊を北、第438対戦車連隊を南へ派遣したが、両者とも行軍中にドイツ軍に遭遇し全滅。整形シュフェヘルアールに駐在していた第7機械化軍団も前線に駆けつけるも、パンターとキングティガーの砲撃を受け敗走。この日ドイツ軍は7両のキングティガーの損失と引き換えにエスアブズ運河にまで進出した。第93および252狙撃兵師団が運河に到達し、攻撃の阻止を試みるがこれは北でのみ成功。第18戦車軍団が右翼の立て直しを図るが、すでにこの地域ではドイツ軍は渡嘉敷橋東方を築いており、軍団の攻撃は強固な陣地に跳ね返されむしろ軍団そのものが包囲された。これにより第 4SS 装甲軍の前進を阻むものがなくなり、装甲軍は19日ブナペンテレを占領しドナウ川に到達。第3ウクライナ戦線は完全に二分され、最高司令官トルブヒン元帥にはドナウ川西岸からの撤退も許可されたが、ここで撤退すると二度とドナウ川を渡ることが不可能と予想されるため占領地の維持を決定。しかし未だにドイツ軍の目的が判明していなかったため、予備兵力をおいそれと動かすことができずにいた。事実この時点でドイツ軍には2つの選択肢があった。第1は当初の目的通りブダペストを解放すること。第2に突破により孤立した第57軍を第2装甲軍と共同して殲滅すること。もちろんドイツ軍の主目的はブダペストの解放であったが、同時に第57軍の殲滅も画策しており、アイスブレッキャーという名の作戦を計画していた。少なくともこのような状況で、ソ連側が準備する前にブダペストまで一気に突破すれば間違いなく同志の解放はなされたのだろう。第18戦車軍団が包囲されたためソ連側が装甲軍団とブダペストの間に配備できたのは第5新鋭騎兵軍団のみであり、兵力はわずか1万8000弱、しかも95キロの行軍を終え到着したのは19日深夜、装甲軍団の攻撃に備えるために残された時間はわずかであった。ろくな陣地さえ用意できずに夜明けを迎え、たる攻撃に軍団は壊滅するかと思われた。だが、第 4SS 装甲軍は全く動きを見せなかった。一体ドイツ軍に何が起きたのか、それは次回に回すとする。ご視聴、ありがとうございました。